どうもトレインです。本日はマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc のマリオサーキット、一つね、お伝えしたいことがあります。昨日の動画で、僕が同じ名前の人とねマッチングしましたよっていう、動画をねアップしたんですけども、そのねコメント読ませていただいたんですけども、これお前のファンじゃなくてたまたま名前が被っただけじゃねえのみたいな、ご指摘をいただいたわけですよ。でね、その時思ってなかったんですけど、言われてみると実際その可能性もあるなっていうことに、言われてからね気づきました。まずそこの点はね訂正いたします。なんでそういうことを言ったかって言いますと、やっぱりねそのなんて言うんだろう、名前が被ったことの方がやっぱり嬉しかったわけですよね。その僕を知らないで名前が被った可能性もあったら、やっぱ僕のことを知っててやっぱ名前被った可能性があるじゃないですか。で僕はねその名前僕のことを知ってて、名前被ってくれてるんだろうなってその時思いまして、そう思った僕はねもうめちゃくちゃ嬉しかったわけですよね。やっぱねこう俺のことを仮にね見てくれてたとして、名前使ってくれてて、なんて言うんだろうな、一緒に、野良走ってくれてるっていうのは、純粋にね、嬉しかったわけですよ。応援してくれてるんだろうなっていうふうに、僕はね、捉えて、ポジティブに、嬉しくて、ついついね、反応しちゃいました。そういうね、嬉しいことはね、ネタにしていきたいなと思ったんで、昨日ね、ああいう動画を上げさせていただきました。すごい否定的なね、捉え方してんだろうみたいなね、コメントも散見されたんですけども、正直ね、俺のね、顔を、せっかく顔があるわけだからね、多分ね、俺、そう自分のと同じ名前の人をいじってる時に、大体なんかね嬉しそうな顔してたと思うんだよね。絶対ねその嫌な顔は絶対してなかったと思うんだよ。普通に嬉しかったからね。そこはねちょっとご理解いただけれたなと思います。いや本当に嬉しかったからね。またマッチングできたら嬉しいね。ちょっと待って、なんやかんや話してるけどなんかめっちゃキラで上がってきてる人がいるけど、全然違うかったわ。はい、オッケー、チーよっしゃー、オッケー。はい、では本日もよろしくお願いします。さあ第2レース目はねじれマンション。そしてね僕なんでこの部屋で撮影してるかと言いますと、この部屋にね唯一いる、しずえさんがねいると思うんですけど、あれルルルですね。あれサワなわけなんですよ。今1位で走ってるね、サワが。なんて言うんだろうな、今深夜に撮影してまして、サワとね一緒に走ろうやみたいな、流れになったんで、今ねこうやって走っております。ちょっと待って、サワ危ない、サワ危ないよ。こっち来んな、こっち来んな、サワ危ない危ない危ない。絶対すりつけようとしてきてる。うおお、性格悪い、性格悪い。ういういどうする、サワどうする、危ない。うい、当たんないか、くっそ。ふくら引いたよ、サワどうする、どうする、サワどうする。待って、後ろが赤コーラ持ってんな、それはまずい。これはちょっと UMT 早め解放でちょい距離取って、様子見っていうのがいいかな。そういう感じで一緒に撮影してるので、この部屋でね、やっていきまーす。トゲゾー飛んできたから、これはあえてクラクション使わない。待って、サワそれはガチで危ない、ガチで危ないよ、ガチで危ない、危ない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 。もう絶対捨ててくるでしょ、絶対捨ててくる、絶対捨ててくる、絶対捨ててくるから、使って、待って危ないんだけど、サワちょ危ない、ガチで危ない、危ないけど、うー、当たれ当たれ当たれ、うー、危ない危ない危ない、ちょっと平和に行くか、危ない危ない、お前何お前投げてきてんの、危ない危ない、その緑コーラ危ないですよ。なんやかんやあって、これは赤コーラ俺かな。ちょっと待って、なんかサワ危ない、ちょっと待って、やばい、それはやばいわ、サワそれはえぐい。そんな真後ろで赤さんなんて回されたら私どうしようもできないですね。さあトゲゾウが飛んでいった、サワ赤さん取られてる。そして1位が赤コーラじゃない、トゲゾウでしばかれて、よーし、サワさんお疲れ様でーす、よーし、オッケー、焼き散る、あー嘘、思ってたの。ちょっと待って、待ってサワ、待ってサワ、危ない危ない危ない、なんか危ない人がいる。とりあえずこれは仕留めていきまして、よいしょ、しつかい仕留めて、どうしよう、これは左行った方がお得だな。いやー、これどうやって上がろうかな、どうやって上がろうかな。とりあえずポイって後ろ投げて、赤コーラが沢に飛んでる、よし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 。で後ろがキノコ持ってる、これは1位守っていきたいよ、これは1位。お前嘘やん、お前キノコショーツカッツで使わずに突っ込んでくるのはだいぶヤンチーが過ぎるな。いやー、くっそー後ろちゃんと見とけばよかったな、悔しいな。よし、次レース行きましょう。さあ第3レース目はチーズランド 200cc ですね。ちょっと 200cc 後ろからでも勝てんのかっていうのをちょっとやってみたいね。さあアイテム交換して、よいしょ、やばいな、ちょっとダブル取れなかったけど、これ一旦コインを回収してうまいこと上がっていきたいね。次のアイテムボックスダブル割って、
なんだろう、スター引いておきたいんだけど、よいしょ、さあ引けるかな、スター、オッケーオッケー、スター引いた、めっちゃ飛ぶじゃん、めっちゃ飛ぶじゃん、マジで、やばいやばいやばい、制御できないんだけど、制御できなすぎるんだけど、ちょっと待って、いや、むずいんだよな、このコース、意外と、よいしょ、さあ交換して、お強っ、サンダー引いちゃったな、これはまあまあ、うまいこと、打ちますか、よいしょ、ドーンとね、打ち散らかしまして、やばいな、ちょっと、もう使っちゃおう、うわー、赤甲羅か、しかも取られていく、あっ、サワさん、お疲れ様でーす。よいしょー。さあ、サワ、しばき散らかしまして、クラクション赤コーラじゃないな、緑コーラいいね。ただこれね、ショーツカットの民がおられると、まあまあきつい展開になるんで、まあ、うまいことね、逃げ切っていきたいね、これは。よいしょ、これで走り方っていうのかわかんないんだけど、まあ、それっぽく走っていけばね、なんとか追いつかれずに休むんじゃないかなといったところ、さあ、よいしょ、やばい、そのバナナは危ない、バナナ危ないよ、バナナ危ないんで、しっかりと避けていきます。オッケー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 、やばいやばいやばい、なんか吸い付いたけど、まあ、ごまかし散らかしのドリフト入れていきまして、さあ、トゲゾー飛んできてるけど、まあ、それは大丈夫といったところ、ちょっとテリサちゃんやるな、よし、しっかりと消していきまして、オッケーオッケーオッケー。200cc になるとさ、なんか、喋りもね、200cc になっちゃうんだよね。これ、あるあるじゃない、多分実況者あるあるだと思うんだけど、どうなんかな。よし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 、なんとかうまいこと走っていきまして、オッケーチー、よっしゃー、オッケー。差はないかな、差はないかな、めっちゃ下の方いる。差はないかな、だいぶ下の方だな。どう差は。9位だね、どんまい。次です、行きましょう。さあ4レース目は SFC のレインボーロード。さあまずアイテム取り散らかしまして、緑コーラ熱いね、これはまあすぐケツつけておきますか。これ後ろも緑コーラなんで、まあ警戒しながらね走っていきたいなと思います。これはまあイン締めた方が強いかな。よいしょ、さあジャンプ散らかしまして、こっち来てるかな、来てるっぽいんで後ろっぽいって投げて、全然知らん人に当たっていく。さあ後ろにねちょっと2位の敵がいるから、まあ、どうにかして刈り散らかしたいんだけど、どうしようかなこれ。さすがにポンって置いたら当たってくれてます、ありがとうございます。オッケーオッケー、やっぱこのバナナ強いよな、冷静に強いわ。さあこれはアウト側からグワーンと曲がっていきまして、サワが2位だね。どうしようかな、まあ、バナナなんかサワ2位だったら赤コーラめっちゃ投げてきそうだから。赤コーラバリクソ投げてきそうだから、これはあえてね防御をねずっとほじっていきたいなと思います。さあトゲゾー来たんで、しっかりと食らっていきます。さあ赤コーラまだ投げられてない。まあただ要警戒なんは間違いない。バナナ置いてみたろ、当たってくれないかな、当たって、あ当たってる。美味しい美味しい、よし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 、あ当たってないな、当たってないっぽいな距離的に。だとしたらちょっとバナナ1個捨てちゃったのがもったいない感じになってるんだけど、一旦交換しようかアイテム。よいしょ、さあここで何が出るかって、バナナかー、くー。裏に防御アイテム欲しいんだよな、これ消せない、いや消せないか。とりあえずダブル取り散らかしまして、クラクション、うわーちょっと待って何個飛んでくるんだ、やばいやばいやばい、ガチでやばい、いやー消せないか、ちょっと待って、しかもトゲゾー飛んできた、もうサワお前だけは巻き込むからな絶対、うわ、いやちょっと待って、えなんでなんで、サワサワさん、サワさん何してるの、絶対落ちたじゃん、絶対サワ落ちたじゃん、絶対落ちて俺に赤コーラ投げてきたじゃん、くっそー。ついに負けてしまった、うーわマジで悔しい。いや残り2レース俺絶対勝つから、しゃ。第5レース目はハイラルサーキットで、さっきねなんかサワがめちゃくちゃなんだろう、赤コーラ引いてたんだけど、 LINE で確認したら、どうやら赤子をね2位で引いてたみたいで、赤コーラ5発引いてたみたいで、ちょさすがにねそれはやばいってなったね。うん、しかも、あ、ちょっと待って、赤コーラは俺じゃない、よしよしよし、しかもトゲゾーン2発も食らっちゃったから、それはもうね、もう地獄も涙目を見るほかなかったよねっていうね、そういう話でした。まあまあそういうね、レースもありますよ。うん、あそこでね、くよくよ、ちょっと待って、ダーッと噛んじゃってね、落ち着いてね、落ち着いてリカバリー決めていきまして、よいしょ、で、サワが、サワなんかここ苦手って言ってたけど、また最下位近くうろついてんな。まあ、こっからね、彼が上がってくることを楽しみにしながら、僕はね、永遠にね、前逃げしていきたいなと思います。さあ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプで、よいしょ、飛んでいきまして、まあ、とりあえずこれ真ん中あたりにバナナ置いときますか。さあ、コイン交換して、まあ、できたらね、そのトゲゾーコーラを消せる、まあ、クラクションを引いていきたいんだけど、もう引けるかな、ジャンプ、よいしょ。さあ、ここもリスクをしっかりと決めていきます。あ、ここのね、やり方知りたい方は動画概要欄に、
ハイラルサーキットリスク解説という動画がありますので、ぜひそちらご視聴ください。そしてトゲゾウが、来てしまうと、さあ後ろポイって捨てて、まあ、さすがに2位の人には当たらないか。ただまあ2位はまだ守れてるからオールオッケーと。さあこれで表にコインしてるおかげで、まあ、なんとかテレサには取られても大丈夫な感じにはなってるかな。終わった。それはえぐいて、それはえぐいて、ちょっとガチでえぐいて。それはこれとりあえずダブルだな。ダブル取って、これはちょっと後ろの人が怖いからケツつけて走ろう。ちょっと待って、なんか耐えてる。いやマジであここでサンダー打たれるときついんだけど、なんとか耐えてるよ。ちょここミスんないでね。ほいジャンプ、おいしょ。やばい、取られたけどなんかもらいキノコしていきまして、うまいことライン調整していきまして、よっしゃオーケーチー、よっしゃオーケー。いやーピンチしのぎ切ったね。シャー。そしてサワはあどうだ、3位か4位ぐらいだな。でもなんかしんどいって言ってた割にはちゃんと上がってんじゃん。絶対練習してるわ、サワー。あ、いい、強っ。普通に良いじゃん。よし、じゃあ6レース目もね、がっつり勝っていくわ。しゃさあ、第6レース目が、64のレインボーロードですね。レインボーロード属地だね。さあ、これはそうだな、こっちだな。よいしょ、やばい、ちょっと待って、ミスった。待って、ミスった。ちょっと待って、ミスった。だいぶミスった。ちょっとラインがガバガバしてるんだけど、まあ、ガバガバしたおかげで、ちょっと待って、そのバナナはだいぶ HH。とりあえず、風をもらい散らかしまして、うまいことを前に出散らかしていきます。オッケーオッケーオッケー。なんとか意地に戻ってきた。ガバプレイを、まあ、なんとかね、リカバリでごまかしていきます。さあ、緑コーラを即ケツつけて、サワーは後ろいるね。サワー上がってきてるね。どうしよっかな。これ緑投げちゃおっかな。どうしよっかな。投げちゃおーっと。あ、全然いなかったわ。ちょ、いなくなってたわ、サワー。あー、ただまあ、2位にはいるっぽいね。静江さんが。あ、ちょっと待って、ま、落ちちゃった。まずい、まずい、まずい。あ、ごめんね。あ、やべ、ちょっと待って、なんか爆発したんだけど。ごめんね、サワー。ちょっとやばい、やばい、やばい。なんか赤さんのために引かれていきます。やばいな、これ、ただただ自爆しただけになってもな。めっちゃもったいないな。そしてなんか赤コーラ無駄にほじられてるさ、投げてくれた。これは風もらおうかな。さあ、風ありがとうございます。して、6位か。まあ、こっからガンガン上がれそうだな。よいしょ。さあ、3位に踊りで散らかしまして、なんかサワーが1位だね。サワー危ないよ。これはサワーのミドル。サワーくん、サワーくん、サワーくん、よいしょー。ごめんね。オッケー。よーし。完全に悪い人、しずえさんのせいのとで勝っちゃったな。はい、オッケー、1位、よっしゃ。オッケー。絶対サワーね、大パンしてるわ。おーいって絶対言ってるわ。ちょっとおまけの1レースつけますか。さあ、おまけの1レースはビッグブルー。そして、ね、さっきのクラクションで LINE で聞いてみたら案の定ブチギレてて笑ったわ。お前、ふざけんなよって LINE 飛んできて。めっちゃ笑っちゃったわ。やっぱね、こうなんて言うんだろう。まあ、サワとか、やっぱ知り合いとね、やるマリオカってマジで楽しいよね。こうやってなんだろう、通話してなくても、一緒に走ってるだけで、こう、やりとりしながらね、走ると、全然楽しい、マジで。よいしょ。さあ、アイテム取って、サワが近づいてるね。ちょっとちょっかいマンかけたいな。ちょっかいマンかけたいけど、まあ、後ろでもちょっかいマンかけられたら嫌だから、これはちょっと守りに徹しようかな。さあ、過去ラを投げられてきた。ちょっと待って、絶対サワじゃん。絶対サワじゃん。二つ目投げてきた。ちょっとやばい、それ。落ちたくない。ちょっと待って、落ちちゃった。誰だ、絶対サワじゃん、絶対サワじゃん。秒で投げてきたやん、絶対。俺には分かる、俺には分かる。絶対戻ったろ、絶対戻ったろ、絶対戻ったろ。よいしょ。さあ、待って、なんで赤コラ飛んでくんの、それはまずいですよ。とりあえずアイテム交換して、うわ強っ、めっちゃ強いじゃんこれ。うわ、これ使いたいな。もう使っちゃおう、ガーって使って。やばいやばいやばい、なんてもうお持ちなので。危ない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 よ、危ない危ない危ない。よいしょ。さあ、これはもう使っちゃおう。いけ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 。なんでお前、なんでそんなとこで落ちんの。ねえキラン君、なんでキラン君そんなとこで落ちんの。危ない危ない危ない。ちょっと待って、嘘でしょ。なんでこっから負けたとかある。絶対今勝てる流れだったじゃん。落ち着いて。ちょっと待って、緑コーラ3つとりあえず適当にパンパンパンって後ろ投げて、よいしょ。サワに赤コーラをぶち投げていけないで。うわー、ちょっと待って、ういっ、サワに逃げられたくない。ちょっと待て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 、とりあえずお前はしばき散らかしまして、スリストもらっていきまして、うわー、くっそー、サワに1位取られた。悔しい。テルさん、落ちないでくれよ。あ、本日もご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、ちょっと待って、悔しいな、これで終わりたくないけど。じゃあね、負けを認めるしかないわ。乾杯でございます。バイバイ。
Thank you.